はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はこれは、これは蜂蜜じゃねえや、これ梅酒です。あれ、スターどこ行った？スターどこ行った？ちょっと待って、スターがない。配合が分かる。あれ？あ、あったあった。こちらがですね、漬けたのが2012年の6月の7日。で、レシピが梅2キロと、ホワイトリカー 3.6 リッター、氷砂糖が1キロ、プラス上白糖が400グラムと、さらにプラスして600グラムだから、上白糖1キロですね。2012年、かなり昔です。これは普通の、あれですね。いわゆる一般的な梅酒といったところでしょうか。梅酒の蓋がさ、ベッタベタになる。まあ、この梅酒をですね、ちょっとロックで、いただきましょう。お。黄金色。これ結構美味しそう。それじゃあいただきます。乾杯。うん、あ、結構美味しいけど、ちょっとやっぱ甘いですね。ちょっと甘いね。これ砂糖の量ちょっと入れすぎてんだけど。これ砂糖ね、これの半分ぐらいに減らせばね、だいぶうまいと思うんだけど。うん。でも美味しい。これあれ、水で割ってちょっとこうすればうまいと。うん、うまい。うん。水で2倍ぐらいに割るとうまいわ。うん。あ、これうまい。ちょうどいい。うん。ただこのレシピはちょっと氷砂糖っていうか、上白糖プラスで入れてるからね。上白糖プラス1キロ入れてるから、あれ入れなければうまかった。
なぜ俺は上白糖を入れたのかわかんないんですけど、なぜか後で追加でね、1キロ入れてるんです。入れてなければ全然全然うまい。あのちょうどいい甘さもちょうどいいし、まあこれはちょっと甘いけど、まあ甘いからまああれだな、ちょっと、まあ、甘すぎるっていうのが、ね、うん、普通に飲むとちょっと甘すぎる。まあこれ三つ星ってとこかね。うん、それではご視聴ありがとうございました。